アピーくん、レピーちゃんと一緒に学ぼう。ネットトラブルから子どもたちを守ろう。保護者編。昨今、パソコンやスマートフォン、ゲーム機や音楽プレイヤーなどで日常的にインターネットを楽しんでいる子どもたちも多いのではないでしょうか。ネット検索や動画や音楽の視聴、ゲームに SNS など、子どもたちにとって楽しくためになることにあふれたインターネットの世界。しかし、インターネットは便利で楽しいことだけではありません。使い方によっては誰かを傷つけたり、自分がトラブルに巻き込まれたり、思わぬところに危険な落とし穴が潜んでいるのです。 SNS などで危険な人物に出会い、ストーカーなどの被害に遭う、裸の写真を送ってと言葉巧みに強要される、他にも有害サイトやアプリによる個人情報の流出、高額の請求など、ネットの閉鎖的な空間の中で周囲の大人たちが知らぬ間に子どもたちが犯罪の被害に遭うケースが増えています。子どもたちをネットトラブルから守るにはどうすればいいでしょうか。まずはこれ、フィルタリングを味方につけましょう。フィルタリングを設定することで、有害サイトや危険なメールなどをブロックすることができます。具体的に、スマートフォンでは携帯電話回線による接続、従来型の携帯電話、スマートフォンの両方に必要です。無線 LAN 回線による接続、スマートフォンに必要です。アプリによる接続、こちらもスマートフォンに必要なもので、不適切なアプリの起動を制限するものです。でも、フィルタリングをするとスマホが使いづらくなるから嫌だ、友達はやっていないのに、と子供から言われてしまって。いいえ、そんなことはありません。使いたいアプリやサービスだけをカスタマイズ、個別に許可設定することも可能なんです。コミュニティサイトがきっかけで犯罪被害に遭った子どもの9割以上がフィルタリングを設定していなかったという調査結果もあります。詳しくは携帯電話会社や販売店などに相談してみましょう。もちろん、フィルタリングだけでなく、日頃から子どもたちのインターネットの使い方を把握し、子どもの話に耳を傾けたり、家庭で話し合うことが重要です。例えば、近頃増えているネットいじめ、 SNS のグループなど閉鎖的な空間で行われる言葉の暴力や仲間外れは発見が遅れがちです。友達との付き合い方に変化や違和感がないか、日頃から子どもたちの様子に気を配りましょう。また、それぞれの家庭の利用状況に合った我が家のインターネットのルールを話し合うのも効果的です。例えば、個人を特定される情報は書き込まない、知らない人とメールのやり取りをしない、利用料金や利用時間を決める、困ったことがあれば保護者に相談するなど、ご家庭の状況に合わせて実際に守れるルールを目指しましょう。日々新しいものが生まれ、深く広がっていくインターネットの世界。子どもたちの安全を守るためには、まず保護者の方が知識や情報を身につけることが大切です。子どもたちが安全にインターネットを使いこなせるようになるまで、しっかり見守り、たくさん相談に乗ってあげてください。